普通に絡みだった、3日前までのやつで、蹴りよ蹴りよ、はい、いいよ、工藤横に動いちゃっていいよ、はい、そう中に入れよ、はい、スマリボディからロー行くよ、ボディからロー行くよ、はい、ボディからロー行くよ、そう、それでいい、それでいい、ワンツーツーからボディ、いいよ、はい、スマリワンツー、それでいいよ、それでいいよ、はい、ナイス、絞ってよ、絞ってよ、絞ってよ、そうはい、いいか、3つぐらい連打で打て、右左右左まで行けるよ、はい、下がるな、はい、横に動く、もうこうやってこういうふうにこう叩いちゃっていいか、はい、ラウンディングラウンド、はい、ナイス、ジャッジ賞30対27青工藤、ジャッジ4名30対28青工藤、勝者工藤レッドメロ、はい、皆さん、はい、いや本当にね、そこ次につなげてよ、次タイトルマッチだよ、はい、はい、デビューの時からずっとしてて、はい、もう全然絶対やんないと思ってたんですけど、帰ってきてから、本当に絶対、本当に、でも、分かってたんで、全然僕よりも、いやでも、今回、工藤君と話が来たから、受けたんです、やりたいと思って、こう練習も身が入ったんで。よかったっす、自分も YouTube めっちゃ見てて、みんなに言われんじゃん、みんなに言われんじゃん、こっちも、いやその通りで僕も一緒です、だからよかったです、ありがとうございました、頑張ってください、ありがとうございます、一応勝ったんで、まあ、よかったってよかったんですけど、本当倒しきりたかったっすね、まあ、やっぱまだからまだまだ、まあ、やっぱ課題もいっぱいあるし、次どんな試合になるか分かんないけど、まあ本当にこう練習をして、てっぺんジムに本当僕は勢いをつけるんで、
応援してもらいたいです。全体を使うと遅くなります。半分使って全部やっていけば。はい、
君もこれで落ちました。隙間で打つ気は痛いな。そうですね、隙間でそのチャンスが少なかったよな。いや、だから本当フィジカルとかね、そういうんだったらやっぱり向こうのがやっぱりこうそのままこうでかいから、そのままこう押してくるで前に前に突き歩いてくるから、あそこに技術が絶対あるんだよ。多分まだ次もそういう選手が来たら多分まあそこを狙ってくるよ。組んじゃえば勝てるって思われてる。組んじゃえば勝てるって思われてるんだったら、それだからいなせよ。それを練習すればいい。簡単なことじゃん。簡単だでも。あれだ。それしかねえんだよ。だってそこでもう一回やってやれ。ちょっとそういうのが来ればね。あの話が来れば。でもう一回やれば絶対勝てる。勝てるよ。もうそれをあれ絶対あれしか来ねえんだ。あれに対してのもうだって攻撃とかでそれをかわしてやってけばいいか。今よりも絶対詰められる。たとえあれできたって。すみません。